スネーク、出血してるのかい？ライフゲージが赤くなるまで減ると血が止まらなくなるんだ。出血してる間はライフも少しずつ減っていくし、血痕を敵に見つけられて追跡されるかもしれない。完全に血を止めるにはライフゲージが緑色に戻るまで回復させるしかない。回復にはレーションが一番いいね。でも出血してる間はしゃがむか匍匐するかしてじっと止まっていれば少しずつライフが回復するんだ。血が止まるまでどこかで隠れているのもいいかもしれない。本線は現在ベラザノ橋を通過。予定通り10分後、戦争にて海兵隊司令官が訓示を行う。各員、それまで持ち場にて待機せよ。バックアップを。了解、通電部隊は第二艦隊へ急行せよ。敵を駆り出せ。スネーク、2年前のタンカー沈没事件を覚えているか？もちろんだ。マンハッタン沖約30キロの地点でタンカーがテロリストに沈められ大量の原油が流出した。政府はすぐさま汚染海域一帯にオイルフェンスを敷設、その中に巨大海上除染施設を建造した。ビッグシェルか。浄化作業はまだ終わっていないらしいな。そうだ。今では環境保護のシンボルとして世界に伝えられている。ブラボーチーム、予定通りビッグシェルに向かえ。今から6時間前、そのビッグシェルがテロリストに占拠された。どういう連中だ？中核はシールズ内の対テロ訓練部隊デッドセルの元メンバーたちだ。ロシアの私兵部隊も参加しているらしい。高度に訓練された連中だ。ビッグシェルは完全に制圧されている。